師走も押し迫りましたが、国鉄福井駅では昨日から正月の指定席券の受付を始めました。今年もいよいよシーズンになってきたんですけれども、去年と比べまして今年の混雑具合どんなものでしょう。まあ、一応ピークとしては、4日ではないかなというような気がするんですけどね。まあ、すでにもうこちらの方へ行列されているお客さんがもう50人ぐらい並んでおいでるということで。朝6時ごろや。誰のための切符ですか。息子。どこから。孫や。毎年並ばれるんですか。毎年並ぶね。また国鉄では年始の増発臨時列車を1日あたり上り9本下り10本の合わせて19本を予定していますが、切符のあるなしで正月がゆっくりできるかどうか気分的に違ってくるだけに、 U ターン客を迎える家族の方も大変なようです。国鉄では越美北線だけが平常通り運転されたものの、北陸線では上下合わせて11本の普通列車が運転されただけでした。また小浜線でも8本が運転されただけで、午後2時過ぎまでは特急急行は1本も運転されませんでした。このため朝の通勤通学の足はほぼ麻痺状態となり、国鉄福井駅では私鉄を利用していた人が国鉄を利用したため、どの列車も満員となりました。しかし利用者がスト慣れしたせいか大きな混乱はありませんでした。列車から降りた利用者はコンコースに張り出された夕方運転される列車をメモして、足早に学校や職場へと急いでいました。またタクシー乗り場には長い列ができ、相乗りで学校へ行く生徒たちがなかなか来ないタクシーを待っておりました。この列車は禁煙列車なんですけれども、ご存知でした。知らん。こうね、後ろの方座ってても吸ってると煙がこうやって上がってくるでしょう。そういう時に迷惑しましたね。イベントを開催しました。ご承知の通り、4月1日から国鉄は6つの旅客会社と貨物会社と、せーので、
ございません。ありがとうございました。発表を持って、届けていただきます。